椅子の作り方。260オレンジに65センチほど空気を入れます。5センチのバブルを1つ。絞りひねりを2つ作ります。これは耳になります。4センチのバブル。8センチのバブル。4センチのバブル。8センチのバブルを作り、ひねり合わせます。4センチのバブル。絞りひねり。9センチのバブルを2つ作り、ひねり合わせます。風船の口巻きを、指定した箇所に絡めてください。風船に曲げ癖をつけます。適当な長さのバブルを作り、残りはしぼませます。目を描いてください。これで完成です。お疲れ様でした。